平野紫仕様、飛べ遺跡2ヶ月で早くも雑誌の表紙を飾る、ファンの歓喜と感涙。ジャニーズ事務所からの脱退後、株式会社飛べ、トゥービーへの遺跡からわずか2ヶ月で、平野紫仕様さんがファッション誌、エルジャパン、エルジャポン、11月号の表紙を飾ることが発表され、ファンからの喜びと感動の声が広がっています。平野さんは、キングプリンス。 のメンバーとして活動し、ジャニーズ事務所との契約を終了した後、トベに加入しました。脱退と遺跡を経ての新たなメディア登場に、ファンたちからは、本当に本当に良かった、お帰りなさい、という温かい歓迎の声が寄せられています。特に、エルジャポン、11月号の表紙を飾るという発表は、平野潮さんのファンにとっては、長らく待ち望んでいた瞬間であり、 多くの人々がこの喜びを共有しています。平野志耀さんは、戸米遺跡後の2ヶ月間で、ファッション誌、エルジャパンの表紙に登場するという驚くべき成果を達成しました。この特別版では、ルイ・ヴィトンの服を身にまとった平野さんのファッションポートレートや、独占インタビューが掲載される予定です。 これは、平野紫耀さんがファッション界で高く評価されていることを示すものであり、多くのファッション愛好者にとっては楽しみな出来事です。平野さんのファンは、彼の新たな活動に対する期待とサポートを忘れません。ネット上では、マジで嬉しいよ、即予約したよ。この日をどんなに待って、たか4ヶ月前のこと考えると嬉しくて夢の。 ようこれはもう盛り上げるしかなああい。といった喜びの声が相次いでいます。平野さんの加入からたった2ヶ月でのメディア登場に感動するコメントも多く見受けられます。とべは、ジャニーズ事務所を退所したメンバーたちが新たなステージで活躍する場として注目を集めています。平野志陽さんの他にも、元ジャニーズ JR の大統率受産や元、 キスマイフト2の北山博光さんなど多くのメンバーが介入し新たな挑戦に臨んでいます。特に大統率受産がわずか2週間で新ドラマに出演することが決定しスピード感溢れる活動が話題となっています。戸部は滝沢秀明氏が立ち上げた会社であり、ジャニーズ事務所出身のメンバーたちに新たな可能性を提供しています。 平野志洋さんの表紙登場は、その成功の一端を示すものであり、今後のトべメンバーたちの活躍にも期待が高まっています。結論。平野志洋さんのファッション誌、L ジャパン、11月号の表紙登場は、彼の新たなキャリアのスタートを象徴する重要な瞬間です。脱退と遺跡を経て、わずか2ヶ月でのこの成果は、 彼の才能と人気が依然として高いことを証明しています。ファンからの歓喜の声が広がる中、飛べメンバーたちの新たな挑戦と成功に期待が寄せられています。これからも平野耀さんと飛べの活動に注目し、彼らの未来に期待を寄せたいと思います。